人気少女漫画、クローバー、が、実写映画化され、女優、武井絵美が主演することが、発表された。同作は、ホテル業界のオフィスが、舞台で、武井は初の OL 役に、挑戦。相手役の上司は、関ジャニ∞の大倉忠義が、演じる、クローバー、は、チアトリコシ原作で累計888万部の、人気少女漫画、中学時代の初恋を、引きずる恋愛に臆病な主人公、鈴木さやと、ツンデレなエリート、上司、告げ進むのおかしくも切ない、少し大人な恋愛模様が、見どころだ。初の OL 役で、オフィスラブに挑戦する武井は、今の、仕事をしていなかったら、会社でこんな恋を、していたかと思うと本当にドキドキです、と、コメント。大倉は、原作は男子目線で、読んでも身近に感じる。幅広い世代に響く胸キュン映画にしたい、と、意気込みを見せる。武井と大倉は、2013年放送の、連ドラ、お天気お姉さん、テレビ朝日、で、コンビを組んでおり、武井演じる謎めいた気象予報士に、恋心を寄せる若手刑事を、大倉が演じた。前回とハマった違う二人の、関係性にも注目したいところ。映画、クローバー、は、11月1日公開。武井が主演した映画、今日、恋を始めます、で筆頭、飛ばした、古澤武史監督、脚本家、浅野妙子氏が、再び集結する。人気少女漫画、クローバー、が、実写映画化され、女優、武井絵美が主演することが、発表された。同作は、ホテル業界のオフィスが、舞台で、武井は初の OL 役に、挑戦。相手役の上司は、関ジャニ∞の大倉忠義が、演じる、クローバー、は、チアトリコシ原作で累計888